韓国の BBQ チキン、なんかついこの前もチキン食べたと思うんですけど、そこのねサイドメニューをちょっと食べたいと思って、っていうのもあのね、韓国のチキンチェーン店とかなんかホッポギ屋さんとかって大体サイドメニューあるじゃないですか。それがさ BBQ、 私好きなのがねいくつかあって、めっちゃ好きなのが、だからちょっとそれをねいろいろと紹介したいなと思って、っていうか食べたいなと思って注文しました。あれ待って、そういうこと、パックに入ってない。韓国の BBQ のチーズボールっていろんな味があって、それを卵パックみたいなのに入れてるセットがあるんですけど、写真はもう卵パック噛んでるけど、もう卵パックに入ってたのにバラで入ってる、多分これ、うわ完全バラだ、見て、あしかも転がってくし、これサイドメニューです。 BBQ のサイドメニュー他にもねいろいろあるんですけど、私の好きなのをちょっと注文してました。でちなみにね、私今回エビタルタルとかいうなんかエビの形がして尻尾がちょこっと出てるフライみたいなのがあって、それをね食べたくって再度ちょっと頼みたかったとこもあったのに、それがまさかの売り切れでした。実はこれについてはいろいろあるからもう食べながら喋るけどさ、はい、じゃあこれで食べていきます。いただきます。どれからいこう、まずさちょっと麺棒車いこうか。これ麺棒車って言って、これパンに潰したエビのすり身を挟んで揚げたやつ、麺棒車、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しい。コットンのパンが揚げパンになってザクザク、中すり身ちょっと身も残ってて、待ってコーラ入れてないじゃん。漬物チキンム、でもさ、順番めちゃくちゃだけど、麺棒車、チキンム、チーズスティック、エビカツスティック。チーズボールはモデンボールって言って10個入りなんですよね。で5種類が2個ずつ入ってる、ダブルチーズボール、リアルチョコボール、アップルチーズボール、ファングンアルチーズボール、クリームチーズボール。ちょっともうどれがどれかわかんないんだけど、大体でっか、これなんかこういうやつ。ちょっと待って、ソース欲しいからいくつか家のソース持ってきた。プルタックチポレマヨ、お気に入りのちょっと辛いやつと、これがケチャップなんだけど、ハラペーニョケチャップ、定番のハニーマスタード、ちょっと一旦定番のハニーマスタードいきたいな。チーズボール、多分これねファングンアルチーズボール定番のやつだと思うんだけど、うーん、あ、これクリームチーズだ、美味しい、トロトロのクリームチーズ入ってる。この前のモッパンのやつと一緒、外ザクッとして中がもちもちの生地でクリームチーズたっぷり、この前もパン食べたやつです。 BBQ の時、これすごい、これ気になる、これ多分アップルチーズボールだよね、これピンクだから、リンゴの角切りのジャムが入ってる、クリームと一緒に、デザートだ、先に切ればよかったのにさ、後で切るっていう、こんな感じね、ちょっとこう角切りのリンゴが入ってるの見えるかな、クリームも入ってます。麺棒車に戻ろう。なんでかっていうと、麺棒車はねこのチホレマヨを合わせたいんですよ。よいしょ、うわ麺棒車大好き。違う、どっちだろう、ダブルチーズボールかハングンアルチーズボール、ハングンあるかな、てかこれ何、なんか長いんだけどこの2つ、あこれさちょっと黄色っぽい、これがダブルチーズっぽくない、なんとなく、うん、わかった、これファングンアルチーズチーズだ。ファングンアルってなんか恐竜の卵みたいな、黄金の卵みたいな。なるほど、形が卵だからこれ多分ファングンアルだ。おいしい。麺棒車ハニーマスタードで。
なんかちょっと刻んだ野菜も入ってる。そうだ、話すの忘れてた。これ実はさ、出前注文するまでに1時間ぐらいかかった。実は注文してキャンセルになって、注文してキャンセルになってを3回ぐらい繰り返した。っていうのも、エビの尻尾が出たタルタルが入ったエビカツみたいなのがあって、それを注文したかったんですよ。そしたらさ、1個目注文してキャンセルになったんですよ。で、なんでかなと思ったら電話がかかってきて、今、それ売り切れなんでないんです、在庫がって言われて、あ、まあ仕方ないかと思って、他の店舗、だから韓国って BBQ チキンめちゃくちゃ多いから、いろんな店舗が家の周りにあって、で、他の店舗でまた注文したら、また同じことが起こって、それを結局3回繰り返したっていう。悲しいよ、ないんだったらちょっとメニューに外してくれよ。ソールドアウトですよって普通だったら出てるはずなんだけど、なんか出してなかったんだよね、どこの店も。どういうことかな。ちょっとハラペーニョケチャップで。おいしい。ちょっとピリッとしたケチャップが甘いさ、中のジュワッとした油と合う。うんうんうん。チーズスティック早く食べてこないか、これ。中のチーズが固まっちゃう。ハラペーニョケチャップで。おいしい、やめない。チーズ固めちゃってる。でもおいしい。これ見た目な似たやつでね、中がおじんをイカバージョンもあるんですよ。なんか出前するとさ、何かしらトラブル起きるよね。これはさ、うちの家の事情なんだけど、ピンポン鳴らなくなっちゃって、引っ越して早々ね。なんかピンポン鳴らしてるんですけど出ないんですけどって何回もね、出前注文するたびに言われた。ペダルのおじさん、ごめん、ほんとごめん。これエビスティック、これ絶対注文してほしい。めちゃくちゃ美味しいんですよ。これ、うん、折れかけてる、折れてるけど、もうこのまま見せちゃう。中がエビのスティックだから、麺棒車と中は似てるのかな。これめっちゃ好きでさ、これは絶対ハラペーニョケチャップなんですよ。とあとね、ハニーマスタードでもいい。半分ずついくか。これマジで美味しい。これ注文して絶対。エビスティックはここが一番美味しい。麺棒車ってどこもサイドメニュー大体味似てたりするけど、このエビカツだけはここが特別美味しい。なんか BBQ ってエビ系強いよね。エビの使い方が上手。ボールどれ行こう。あ、これ見せたやつ、見せてないっけ。これクリームチーズボールです。ほら、チーズとろとろ。これ中のクリーム甘いからソースなしでもいいかも。で、こっちが多分ダブルチーズだな。ほら、ちょっとモサモサっとしたチーズが入ってるんですよ。何チーズだろう。ちょっとケチャップあった方がいいな。こんな感じでつけちゃおう。あ、これチョコボール。リアルチョコ。うわー、チョコがたっぷり。めっちゃ美味しそう。デザートだ。これファングンある。むっちゃりだとチェダーかな、多分。エビカツさ、最後ちょっとチホレ前でいってみようか。チホレ前何でも合うからね。合う。チホレ前は間違いない。
じゃあこのパンチの効いたさチフォレマヨ美味しいっていうかエビカツスティックがめっちゃ美味しい。ラストスイーツだ。チョコ甘い濃い。なんかさサイドメニューもっぱんってテンション上がるんですよ。なんか韓国ってサイドメニューが強い。だから言ったらチキンも美味しいんだけど、チキンよりサイドメニューちょっと求めちゃうぐらいめっちゃ美味しい。BBQ で私がぜひ注文してほしいサイドメニューがエビカツ、麺ぼしゃ、チーズボール。チーズボールはね理由があって、本当のこと言うとリーチーのチーズボールの方が私は好きなんですよ。プリンクルパウダーがかかったやつなんだけどね、ここのはいろんな種類があっていろんな味を食べれて、さらに今日なんか違ったんだけど、いつもはね卵パックみたいなのに入ってくるんですよ。6個入りと10個入りは卵パックに入ってくるっていうのがなんかこうちょっとインスタ映えというか、でいろんな味が食べれる。こんなにねチーズボールの種類が多いのって BBQ ぐらいなんですよ。ただ食べてめっちゃ美味しいになるのは BHC なのかな。チーズボールは強いね。まあまあどこを求めるかっていうところなんですけど、まあよかったね。サイドメニューもね BBQ めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひチキンと一緒に注文してください。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。手で失礼します。手切れなんで。大根の漬物、タンムジがあります。ちょっとここに置かせてもらって、私今タンムジって言った？チキンムです